えー、西田昌司がズバッと答える一問一問答のコーナーナです今週は、十講師 A さん、いつもありがとうございます、男性40代の、えー、東京都の方ですが、さて、体操女子のパリ五輪代表で首相を止める宮田選手が、えー、喫煙飲酒行為で出場辞退となっているです、これについて、えー、のネット、報道やネットの反応を見ていると、この国は大丈夫かという気持ちになります。 えー、こんなもの厳重処分分で十分だと思います実名をさらしてみんなで袋だ,だらけにして失踪事態に追い込む世の中の方が異常だと思います。宮下さんは19歳だそうですが人を傷つけたわけでもなく違法薬物の問題でもなくそれなのにどうしてこんなに叩いてしまうんでしょうかと,という質問なんですね。この問題はなんでこういうことになったのかというと、問なんですね。という質問年んですね。という質問なんですね。という質なんでやね。たのか。 とといいうとですねいわゆる憲法改正憲法改正は安倍さんが一理内閣の時から公約にしてたんですけれどもねしかし、えー、憲法改正は憲法上衆参両院の3分の2以上の発議がいってですね、えー、国民の過半数の、えー、この信任がいると、まあ、そういうことになってるんですが。 衆参両院のですね3分の2以上の賛同を得て発議しなきゃならないというのはね発議しなきゃならないというのは分かりますけれども国民の過半数の承認を得るというのはどういうことかというのは国民投票法というのはその当時なかったですからねなかったからこの国民投票法を作らなきゃいかんじゃないかということでえ確か第一次安倍内閣で国民投票法がえこの議論されたんですよ。 でその当時ですね確か小沢さんが民主党の代表だったと思いますよ小沢さんも皆さんご存じのようにもともと会見論者ですよねだから会見でするために国民投票の法律を作ることはもちろん賛成なはずなんですよねでところが参議院選挙が目前に行われると。 その参議院選挙というのが平成19年で私が初当選した参議院選挙でなんですけれどもねえそれを目前に控えていわゆるあの時はですねえーえ携年金問題とかねそういうのがあって安倍一次内閣ではですねまあ安倍さんの直接責任ではない次元の話だったんですけれどもまあこのえマスコミが 安倍内閣批判を繰り返しやってくる中でそんな安倍内閣が今支持率が追ってる中で安倍さんに協力してですね国民投票をやるのはおかしいという判断に傾いたんでしょうねですから国民投票はそのまま流れてしまったわけです。そそそししししてののの後後でですね私は19年選選挙で当しましたけれどもその後もう一度仕切り直して 国民投票をやっていくという時になってきたのはですねそもそも彼らが一時内閣の時に反対したのはですねえ要するに理屈がいりますからね憲法改正はもちろん賛成だけれども国民投票するのもいいけれどもその国民投票の資格者が誰かというのがまあと当然成人はその時二十歳だったわけですよねところが想を見てみるとねあの成人年齢は二十歳じゃなくて18歳になってるぞと。 で我々は18からやるべきだっていう話になってきたわけですねで,でその18か20歳かっていうようなところでですね、えーまあ、この対立が行動があってそれでまあやらないという話になったわけですでさて、えー、そういう吸ったも題があった中で今度もう一度じゃあ政治年齢どうしようかと,という時にですね、えー、その時は私は国会議員になっていましたから。 党内でもも議論していったわけけですけれどもねでそれがですから安倍内閣の時ですかね下矢した時にはもう一旦、えー、その後の福田麻生政権それから民主党政権でも国民投票法は、えー、本当は憲法改正したくない人が民主党の中にも半分以上いたわけですからねですからやってなくて安倍政権もう一度できてから、えー、あの国民投票をやるとでそのために成人年齢どうするかという議論になってきたわけです。 でそこで、えー、結論を言いますと私は18でいいと,という話をしていたわけですねで18になったわけですよ今だから投票権は国民投票だけじゃなくて、えー、国会議員も地方議員も18からになってますよねだから成人年齢を18に引き下げたしかしその時にねあの飲酒と喫煙は当然大人になったんだから18でいいと。 でそうすべきだとそれも私言っていたわけですよいやところがいやいやあの絶対反対というね人間がいました誰かということは言いませんけれども、えー、いましたね執よに反対するわけですよで「なんで?と」と言うといや体に悪い体に悪いからだとか言うんですよねで「体に悪いね」ねということも含めて、ね、大人になったら自分がそのことも含めて判断すれば,すればいいんじゃないかと。成人年齢を今度はね 18に変えると落とすと言いながら、えー、この二十歳でですね、えー、そういうことを、えー、そのままそれだけ残してしまうとね必ず問題が起こるとそれは何かというとまさにこういう問題なんですよ。二十歳以前からね活躍している人が、えー、たくさんいますよと世の中にねでしかしその方々が、えー、そういうことがですねタバコ吸ったり飲酒していた1819でやっていたと。 ということになったら、一般のね、一般の生徒、学生、も、ま、う、あ、多めに見てもらえますよ。ところが、えそういうね、特殊なえ立場の方ですね、そういう方に限って必ず袋田崎になって社会的に抹殺されることになりかねない。でおかしいじゃないかとね。だから成人が十八と言ってるんだったら、飲酒もタバコも十八にしないと他の事故が絶対起こってくるからという話をね、あの私は随分。 言ったわけです。で、大反対したわけですよ。で、ところがまあ、これが通らなかった。私の意見は通らずにまあ、20歳のまま飲酒と喫煙は、えー、残したで、それは何かというと。まあ要するに厚労関係の議員ですよね、えー、これがまどういうバックボーンが僕はあるのか分かりません。けれどもね。まあ、とにかく声高にいや体に悪いんだと。 体に悪いんだったら二十歳になってからのダメじゃないと思うんだけれどもねいやいや18にするのと二、ね、十歳にするのと違うんですよみたいなことをね平気で言ってました私はこんなことは全くデザラムだとあるはずがないしっいうかもともとあなた方だって18で19でタバコや飲酒やってたでしょうと、ね、でそれを、ねまあ、世の中おおらかに、ねまあ、大学生になったということはまあ大人なんだと。 といいう形でででみ込んんたはずなんですよとでしかし、ね、そ,のそ,のそのつまり高校を卒業したらもう大人なんだと大学生になったら大人なんだという意識がですね逆に言うと成人年齢をそれじゃもう二、ね、十歳じゃなくて18歳に引き下げてやろうという話そういう機運を作ってきたわけですよね。ところが飲酒と喫煙だけ残すと必ずねこういうあの問題が出てつまり一部の有名人が ね、そういう事実が発覚した場合必ず、ね、そういう袋叩きになったり社会的制裁を受けることになるとでそんなことさせていいのかということを実は私はもう何年も前から予見をしていたわけですねで宮田さんの話は具体的にどうかということは実は私はあのよく知りませんしかしこういうのは当然ですね初めからそういうことを予想できたわけですだから私ずっとこの問題についてはですねあの もっと成人年齢を18から20から18に変えた時にね飲酒と規制もやっとかないとこういうことになるぞと言い続けてきたまたそれが本当にこうなったとしかもまあ、えー、オリンピックの直前でですねこういうことになったというのは非常にまあ気の毒で残念な話ですで法律上はそれは良くないということかもしれません良くないでしょうしかし自分の胸に手を当てて考えてくださいということですよこれね だから実際問題昔から二十歳でねからしか酒飲酒は、えー、喫煙はできなかったんだけど高校卒業したらねまあ多めにいてもなったというのは現実あったわけですねで。ところがその多めに見ていくというのを今度はじゃあ成人年齢も下げるというところにやってきたのもですねそれだけ残したことから出てきた事故だと私は思います。 予想されていただけにね本当にあの残念ではあります。ということで、えー、私の今日の一問一答ですが今週はですね、えー、この塾講師 A さん、えー、今回も3ついた頂いてますがその他に、えー、熊五郎さん i さん妙津口さん総裁選出馬お願い西田昌一先生さん2つ日本,のさ日本最後の名産坊西田昌一先生さんが2つ えー、西田内閣で日本再生産2通、これ全部同じ人だったと思うんですけどね、いつも言いますが、なんでこの3つの名前が必要なのか、えー、それが田辺智子さん、ガス抜き西田さん、えー、南奈良愛国保守連盟さん、木目ちさんが4つ財務省から国民を守る会さん、く、え、し、ー、木の原人さんが5通、えー、WTTERC さん5通、以上、22通いただきましたありがとうございました。